あれ、まやのんさん、まやのんさん、まやのんサンタさん、まやのんでーす。こんにちは、ハブティー。はい、まやのんです。今日はですね、こんな格好しております。なぜかと言いますと、今日はですね、クリスマスで、ね、多分サンタコスをする方がいらっしゃると思うんですよ。その方に向けて、サンタコスに合うメイクをご紹介したいと思います。こんな感じのちょっと、ね、キラキラする感じのメイクになっております。よかったら最後まで見てみてください。どうぞ。はい、それでは早速始めていきたいんですけれども、今普段のメイクをしてある状態で、例えばこう友達とクリスマスパーティーとかするってなった時に、普段はこのメイクだけど、サンタコスに着替えた時にちょっと足すだけでちょっとサンタコスが映えるようなメイクをちょっと今日はご紹介したいなと思うんですけれども、ちょっと早速変えていきたいと思います。はい、まずですね、本当に簡単なので、ちょっとチークとリップだけを落とすんですけど、まずチーク落としちゃおうかな。はい、ちょっとチークを押さえたので、今からチークをのせたいと思います。はい、チークはこちらを使っていきます。ナーズのナーズブラッシュ5194番ですね。5194番の色を使っていきます。ちょっとやっぱね、サンタさんなのでちょっとふわっとしたいんですよね。まあ一応コスプレみたいな感じじゃないですか。でもちょっと作り込んだ方が可愛いので、ちょっとチークまん丸に見えます。ディオールバックステージフェイクグローパレットの001番なんですけど、これいろんな色が入ってて、フェイスパウダーチークカラーなんですけど、色味がですね、ちょっと光沢感のあるようなカラーで、普通のラメっていうよりは光る感じ、輝かしくなる感じ、キラキラのラメじゃなくて、で私よく使うのはこの左の白のハイライトなんですけど、いつもこの鼻筋にスーって入れると分かるかな、光ってるんですよ。これがこれをね、ちょっとこの辺とか、この辺とか、この辺もね、入れてあげると、わかるかな？この辺光ったの。クリスマスなのにちょっとキラキラする、可愛いので、この辺に光を入れてあげると、ちょっと人形っぽくなるので、この筋と、この辺のところですね、Tゾーン、の先、こんな感じです。はい、続いてマスカラなんですけれども、こちらを使っていきます。ミルコットドールズアイカラーマスカラの02番のバーガンディなんですけども、これなんかディンフォリックさんってお洋服のブランドで、韓国のブランドってすごい有名なブランドさんなんですけど、そういう感じのほんとバーガンディカラーのマスカラで、すごい色味がつくので色が可愛いんですよね。バーガンディよりはほんとブラウンに近い赤茶っぽいやつかな。はい、ちょっとマスカラを上から重ねたいと思います。重ねるとね、色味が変わるんですよ、少しだけ。あ、茶色いです。茶色いですよね。こんな感じで、でこれ結構繊維が入ってるっていうか、なんかちょっと水っぽいマスカラなので、普通に上からのせてもなんかダマになれにくくて、なんか雰囲気わかるかな。若干目元が茶色くなるんですよね。重ねてもなんか嫌な感じがしなくて、おすすめ。マスカラ塗り終わりました。こんな感じです。あ、でも分かるに茶色くなったの、ちょっと目元が。こんな感じです。結構バッチリしました。はい、続いてラメを足していきたいと思います。こちらを使っていきます。 3CE のオーハニーっていうカラーですね。これ多分 3CE さんのコスメレビューした時に使ったやつなんですけど、この色は確かね、使わなかったので今回初登場かな。これゴールドなんですけど、ゴールドもすごく可愛くて、目元にのせてみますね。こういうね、立体的なラメをのせるとイベントメイクはすごく映えるので、こういう感じでぜひぜひやってみてください。さすがにこれね、普段使うとちょっと派手になっちゃうんですけど、こういうサンタさんの格好した時とか全然目立たないので。はい、そして最後リップだ。リップ取りますね。は
最後にリップをのせたいんですけれども、はい、こちらを使っていきます。オペラのシアーリップカラー N の39のスターリーレッドというカラーです。クリスマスに向けて発売された、もう発売されてると思うんですけど、このオペラのリップでラメが入ってるんですよね、ほんのりで、色も結構つくので、せっかくやっぱクリスマスなのでクリスマスに使いたいなと思ったので、こちらを使っていきます。ラメがね、入ってるんですよね、こんな色なんですけど、まあ、シアリップなのでちょっと透け感があるリップなんですけど、のせますね。あんまりこういう透け感のあるリップってもう私使わないんですけど、こういうなんかサンタさんのコスプレの時こそ使いたいなと思って持ってきました。はい、ということで完成しました。はい、というわけで今日はクリスマスのサンタコスに合うメイクをご紹介させていただきました。本当に普段のメイクにちょっとプラスするだけで雰囲気がまた変わって、ちょっと派手な顔というかイベントに映える顔になるのかなと思ったので、しかもちょっと簡単なこういうアイテムなので、ぜひぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。あと普段使いもね全然できるので、まあもちろんクリスマスだけじゃなくても今度でまたバレンタインとかあるので、またいろいろ使えるのかなと思うので、よかったら参考になったら嬉しいです。それでは良かった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみルクティー、良いクリスマスを。ゆうきさんトナカイみたい、なんかトナカイ系だし、今日確かトナカイですね。ね、トナカイに見えてきた。行くぞトナカイ。トナカイなんで歌うの今ワンって言おうとしたんですけど今ワンって言おうとしたけどトナカイかと思って、トナカイってなんて鳴くんだろう。ワンでいいんじゃないですか。行くぞトナカイ。ワン。トナカイってど本当に。ちょっとあのトナカイの鳴き声知ってる方コメント欄でお待ちしてます。耳が揺れてるんですよね。何？と思って。